ワシリー・ネステレンコはシリー・ボリソビチ・ネステレンコは、ベラルーシの物理学者。ウクライナ東部、ルハーンシク州有形、出身。1958年、バウマン・モスクワ州立高科大学卒業。1977年から1987年、ベラルーシ科学アカデミーの核エネルギー研究所で、所長を務めた。1980年から1985年、 ベラルーシ最高会議大議員。1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故後、政府当局に対抗して、住民の健康被害の防止に努めた。事故の実態調査をしようとすると、圧力がかけられ脅迫を受け、研究所の放射線モニタリング装置が没収されたこともあったという。1990年、民間のベルラド放射能安全研究所を設立。 修正所長として放射能被害防止のための活動を続けた。日本語の雑誌、技術と人間1996年2月号にチェルノブイリの苦い真実の文章を寄稿。1998年、事故10年後を取り上げたスイス TSI 制作のドキュメンタリー番組に出演。この番組の日本語版が同年 NHKBS ドキュメンタリー。 チェルノブイリ癒されぬ傷跡の台で放映されている。2007年、ロシアの生物学者、アレクセイア・アブロコフ、コで、ベルラド研究所所員、アレクセイ・ネステレンコとともに、英語文献や、ロシア、ウクライナ、ベラルーシなど、スラブ系の諸言語の記録や文献をもとに報告書、チェルノブイリ、第三次が、人々と環境に及ぼした影響をまとめ、 同事故による死者数は1986年から2004年の間で少なくとも98万5000人に達するとの推計を発表した。ありがとうございます。